はい、ということでえー、岸本会でございますけれども、はい、今日はですね浮気、<え>そして不倫にまつわるちょっとお話をし,しようかなと思っておりますうんで、きますはい教えた都市で,です、ね、はい都市ボーイズが、えー、好きなことを話すようなコーナーでございますけれども、はい、ええー、まあ浮気とか不倫ね、うん、まあ常にワイドショーではこう 日本でにぎわっておりますけれども、うん、あのー、なんかねデータみたいなのが出てましてはい、はい、日本人の浮気率っていうのは年々増加傾向にあると。うん、悲しいな、ね、で、えー、相模ゴム工業株式会社の調査がありまして、うん、日本人はどれくらいの人数、うん、浮気をしているのかと。うん いうのを調べたところですね。うん、えー、男性の浮気率、うん、気女性の浮気率と。出したんですけども。<う>どれくらいだと思いますか。難しいな。男性は日本人の何人に一人が浮気してるかっていう感じ。男性はじゃ。ああ、五、うん、割もいかないと思うんだよな、でも。なん多いと言っても。五割って、二人一人ってこと。そう、それないと思うんですよ。<laughs> うん、だから。 10人に1人10人に1人10人カップルがいたら1人はやってんじゃないかなっていうそれでも多いと思うよ俺は男性の話女性はその半分じゃあ 5%5% まあまあじゃあ正解は言いますけども男性の浮気率およそ26.9%かたや女性の浮気率16.3%とかはいはい いうことでまあ男の方で言うならばえー4人に1人ぐらいか26.9だからねっていうぐらいの確率で多いなしてるということなんですよだからもうほぼほぼその男女で考えるんであれば26.9%の男で女は16.3%やってるわけだからカップルで考えんならまあ かなりの確率でどっちかはいるんじゃないかっていうことになっちゃうわけなんですよ確かにそうだわこの数字結構正しいと思いますいや僕は正しくないと思いますね思いますだって浮気するっていうかね <laughs> あ浮気をしているかどうかっていうのをねうん、うん、確かめても言うかなっていう僕も10%って言いましたけど<の>ほんま15%ぐらいあるなと思ったんですようん、うん、で でもそんなしてますっていう人で言うと10%かなと思ったんですよで今26でしょだから30、うん、じゃもうちょっといるんじゃないかそれね結構鋭くてアンケートで「身近な同性が浮気不倫をしているのを見聞きしたことはありますか?」っていうのを聞いたこと聞いたアンケートがあるんですけども、うんはい、それで言うと50%が「はい」って言ってるんですよ。お<ー>だ まあ大体の人二人に一人の人に、うん、その浮気とか不倫をしている人が、うん、まあ見つかってるというか、うん、知ってるよっていうことなんですよ。うん、まあ確かにあなたの言う通り言わねえやつって結構潜在的にいるんじゃないかということなんですよね。うんうん、そう思います。ということは、うん、もうやっぱ浮気不倫っていうのはもうざらに。 怒っってててることななんですいだけであってだからもうほとんど俺はもうほぼ全部一度あるんじゃないかなっていうぐらいの感覚でいるんですけど自分含めってこと自分含めですねえしてた僕はもう常にそういうそっち側の人間ですからしてない人の意見だ誠実な人の意見だこれは。 ほとんどそういう話になったら聞いたことあるじゃないですか男の、うん、いるいる、まあ、芸人さんとかでももう当たり前のように言ってるじゃないですか言ってる言ってるなんかすすそのむしろその何人したみたいなすごい自慢げに話しますけどそうなんですよ俺それは逆に すごく自分の価値を避けているのではと思いながら聞いてます自慢げに話してるけどそうっすね、うん、気が多いって思っちゃうからうんでこれ結局僕の考えですよこれあくまでうんもうあのなくなるってことはもうまずないと思うんですよあ絶対ないやそんなでもうな,んならもっとパーセンテージって今後上がっていくと思うんですよ、うん、でじゃどうなっていくのかっていう話なんですけどうん、うん 結局はバレるってことなんですよまあね絶対的に浮気はまあでバレてしまったらどんなことになるのかっていうのをちょっと今日話してそれを聞いて今もなおしているんであればし続けるのかそれともちょっとこれを聞いてそれをやるのはどうしようかなとなるのかっていうえまあ浮気に対する。 復讐の話をしようかなと思っておりまして、はい、まずですねあのー、これ日本の話なんですけど、うんえー、ある銀行員の女性の、うん、31歳の女性のうん話なんですけれども 2>,、はいえー、2, 2年ほど前に旦那の様子がおかしいっていうふうに気づいたと。うん、でなんで おかしいかっていうと、うん、休日になると朝早くから大好きな釣りに出かけることが多かったのに、うん、家で過ごすことが多くなったとうん、うん、釣り道具にももうほこりまみれと<ー>あれってであの家でのんびり過ごすのが性に合わず娘を連れて毎週末出かけるんですけどもいいその女の人はね、うん、あ女,女性側、はい、急に旦那が「今日は何時に帰ってくるの?」とか「うん、どこに行くの?」とかを毎回細かく聞くようになってきたと。 今までは「ああもう別に言行ってくれば」うん、みたいなでもそれは自分も釣りしてるから聞かなかっただけじゃないかな、うん、ね、うんでまあちょっとその辺の変化みたいなのが気にはなっていたんですけど、うん、もっと大きい変化があってなんだろう娘とその、えー、女性ねが帰ってくる妻が帰ってくると家の中がピカピカに掃除されているとえっ、ー で初めの頃は掃除好きの旦那がいて幸せだなーなんて思ってたんですけどあ,、うん、ある日そのキッチンに長い髪の毛を発見したと、うん、でその妻はショートカットで娘の髪はもっと違うと、うん、細いとで女の勘でピンと来て、うん、その妻はこっそり監視カメラを設置するおお<ー>、ね、すると家に女を連れ込んでいることが発覚したと。うん で寝室に設置したカメラにはベッドの上で楽しんでいる旦那と浮気相手の映像がばっちり捉えられているう、ね、でそうなると女性ってどうなるかっていうと、うん、もうその瞬間ですよもうあの旦那への愛情がもうサーッとなくなって冷めていくというんですよ。でそれから何をするかっていうと1年間をかけて浮気の証拠品集めめし始める、うんえー、自宅が浮気現場っていうこともあって思いのほか簡単に。 見つかったよと、うん、で、えー、どうせならそいつら2人のデートを邪魔してやろうっていうふうに思うようになったと、うん、で普通浮気をするとガードが固くなるっていうふうになるんですけども、はい、まあ自宅で浮気してるような旦那だったんでスマホにもパスワードをかけてなかったし、うん、もう盗み見ほぼないと。うんうん、で妻がやったのは旦那の携帯をチェックして。 浮気相手の誕生日や二人の記念日の前日に旦那の食事に下剤を混ぜるとお<ー>で早朝から何度もトイレに行くことになって浮気どころではなくすと、うん、でそうなってくると今度あの旦那の携帯に、えー、相手の女性、うん、浮気相手の女性,女性から「本当に具合悪いのか」と「あ<ー>本当は家族と出かけてんじゃないの」はいはい、要は疑心暗鬼になってくるんですよ。 もう本当にあのそれどころじゃない青白い顔でこうスマホを操作するとでそれを見て楽しんでいる妻とでかなりひどい状況だなと思うんですけどもあのもうそういう下剤以外の日でも旦那とも仲のいい友達家族を招いてホームパーティーを開いたりバーベキューをしたりっていうのをわざとやって浮気相手がチェックしているっていうのを想定して SNS にアップしていくと。 で、えー、浮気の証拠集めから1年経った日、えー、旦那と浮気相手が自宅でイチャイチャしてるところに両家の両親を引き連れて乗り込んでいったと、うん、うわーすげえでそこで浮気があっさりと終焉を迎えたとめちゃくちゃ怖って思ったんですけど <laughs> あのえそうそうそう両家の両親を引き連れていやだからもうあのーうん 証拠、うん、一人自分だけじゃなくてもうあの周りももう納得させるような一発で娘がやってやろうっていうことですよ生まれた以来じゃない <laughs> 両家集まるわかんないけどでもほんそれぐらいよね<ー>両家が集まることなんでいやすごいよ 1>, 1年に数回しかないうちの一回がこれだったっていうことなんですけど辛いなでこれどうなったと思いますじゃそれ離婚でしょそんなのそうなんですよ<ー>離婚すると思うじゃないですか 話し合いの末離婚が踏みとどまってなんで浮気防止も兼ねて、えー、その嫁の実家で両親と旦那と子供の5人で暮らしてるこれだけやって <laughs> まだ一緒に暮らしてるっていうところにもちょっと俺は狂気を感じたけどねどっちにえ怖ってもうまでも別れた方がよくないって浮気してる方が絶対悪いから、ね、いや悪いけどね <laughs> そうでも <laughs> 詰め方が怖いよねその何やり方がさ、うん、もうあの自分の旦那だけじゃなくて、うん、相手にもダメージを与えてやろうってなるっていうところがやっぱり、うん、ちょっと怖いなと思いましたけどね。でもほんまに好きでいて、うん、浮気されたらするよ。ね、何をするの <laughs> そういうこと。<laughs> あその相手をどう痛めつけるかみたいな話うん、うん、する。 奥さんは傷つけないけど相手はもう絶対ダメつける絶対許さないどうすんのもうどうしてやいかな思いつく限りのことをするって感じ社会的先生を与えるよね絶対ー100%絶対許さない訴えるとかってこと訴えるかもしんないね訴えるかもしんないね絶対許さないねそれは相手に向くんだねやっぱ怒りが。 相手に向きますねたぶ、うん、らかしやがってっていう奥さんがするわけないと思ってるからうん、うん、悪いのはあっちに決まってるからでもそれが結構多いらしいですね、うん、あのまず相手をぶん殴るみたいな多いらしいですよやっぱあの、うん、浮気現場って。そ許さないでね、うん、まあこういうことが結構あってちょっと特殊例みたいなのも結構あって。うん 2018年のスコットランドで、うんえー、ちょっと奇妙なポスターが、うん、なんかそこかしこでこう目撃されることがあってそのポスターに何があの奇妙かというと、うん、大きな文字で「迷い犬を探しています」っていう言葉が書いてあると。うん、不思議じゃないんゃ、ね、全然不思議じゃないんですけど、うん、しかしそのすぐ上にある写真を見ると犬ではなくてある男性の顔写真が。 ってあると「迷い犬を探しています」と書いた上に男の顔写真があると説明欄に以下のような犬の特徴が書かれていると「修正嘘をつく浮気をする酒の力で女性を餌食にするナルシスト」「好きなもの女性に酒を飲ませて自らの欲望を満たす」「嫌いなもの真実を話すこと」「誠実でいること」 注意発見してもうかつに近づかないこと、うん、変な病気に感染する恐れありと書かれているわけですよ。うんうん、でこの他にも、えー、男性の名前年齢職業まで記載されていて、うんうん、このポスターが、まあ、誰の仕業によるものかは分かっていなかったんですけどこの一件によってあの、えーまあ、ちょっと身長穏やかじゃなかったのは写真の男性の妻で。うんうん 自分の旦那を迷い犬として扱われて A4 サイズのポスターが街中に貼られていったと、うん、でも彼女にとってはかなりの地獄だったとでもおそらくですけどこの男性の浮気相手が、えー、もう彼に何,何かしらの恨みを持って、えー、やったんではないかというふうになっているとしかしその男性の妻はまあ夫の浮気の可能性を否定していて ポスターもわたあなたと一緒ですよ、うんあの「いやそんなをするわけない信じる」ってポスターの件も「あのまあそうそんなことはないでしょう」と言ってるんですけどもここまで報告が出ていて恨まれるってことはまあそらくしてたんじゃないかなっていうふうに周りは見ているということなんですよ。これでも結構きついですよね。いやてか 社会的制裁を思いっきり食らってる感じしません?。よく思いつくね。これ面白いけどね。ちょっと俺、あのユーモアを感じたけど、ボタンとバラでありそう。小沢麻衣みたいなのが。浮気してるお前みたいなもの、財布いらんやろって財布を。なんかステーキだつ、出すやつとか。牛皮屋みたいな。はいはいはい。あんな感じ。でも、ま、迷い犬っていうのが、なんかいいね。全身柱に貼ってある感じの。犬っていうのがいいな。でも、これ。なかなかよね、あの。 なんていうの復讐のやり方としてセンスがあるなって思いましたね楽しみながら作ったんだろうなそういうのもなあの絶対何回か考えたろうねその特徴とかさ特技とかさそういうの面白いなと思って人で作ったのかな友人とかと作ったのかないやどうなんすかねでもまあ一人でやりそうだなこういうのはもしくは何人かいたかもね貼ったりとかねするのにいやいや浮気されていた相手がとかああそういうことねうん っっていうやつがあたたりしましまんで、うんねえー、ちょっと恐ろしいなと思いますけれども次に紹介するのはですね、えー、イングランド、うん、これがですね、えー、ヨークシャに住むリン・ベネットという女性なんですけども付き合って3年半になる彼氏がいたとただあのー、これ本当にすごいんですけど「女の勘」っていうのがですね、うん、発動しまして。はい 彼氏が浮気しているとの疑いを強めたと。うん、これといったその証拠があったとかうん、うん、なんか不自然な点があったとかではないんですけど。間断<だ>。こいつなんかおかしいっていうの気づいて。<laughs> 刑事じゃん。これでも本当にあるからね。あの女性女性で。それはどういうこと？<laughs> それはあるっていうのはバレたことがあるってこと。いやいやそうじゃなくて、うん、あの女の勘っていうので、うん、あの。 男がバレたっていう話がそれなんで知ってんの岸本さんがバレたってことまあまあそれも含むいや本当によく聞きますよまあまあまあ本当によく聞く聞いたことないし僕は見たことないけどテレビでよくいやいや僕の周りでもあります本当ですか全然ありますええないなでほぼ正しいこれで2015年のある日にえ事前に彼氏には何も告げずにいきなり彼の家を車で訪問したと で家のチャイムを鳴らしたところなんでかすげえ不自然な長い時間の後と、うん、彼氏がようやくドアを開けて姿を現したと、うん、でもその時点ですでにどことなく挙動不審だったと、うん、で嫌な予感しかしなかったベネットは強引に家の中に入り込んで浮気の証拠をつかむべくガサ入れを開始するとすると、えー、ガサ入れ証拠を集めるどころか ばったりと、浮気相手と遭遇してしまった。で、えー、まあ、それは、もう、あの、素っ裸で。えー、今から風呂でも入るような、状況の格好していたと。うん、で、その怒り狂ったベネットは、彼の家に置いていた。自分の衣服など、すべて回収し、うん、家を飛び出し、えー、車で帰宅と。うん、で、この時点でも、彼、との関係は、もう、完全に終わってたんですけども、うん、怒りが収まらない彼女は。うん 後日彼氏がいない時間帯に家にやってきて、うん、デコレーションを施し始め門の扉や外壁など至る所にカラフルな風船をくくりつけ、うん、玄関の扉には大きな横断幕をつける、うん、でその横断幕っていうのは何かっていうと「俺は浮気者だ他の女と寝たぞ」っていうのを、えー、でっかい横断幕に書いて、うんえー、かけられていたと。で 近所の人たちの目に触れればいい君程度にベネットは考えてたんですけども彼氏の家は大通りに面していて予想外に大勢の人たちが家の周りを取り囲みみんながしきりに写真を撮ってしまったで自分が浮気者であるっていうことを地域住民に知られまくったあげくもうそうとは知らずにえー 家,家がね、うん、派手に変わってるっていうところに、まあ、帰宅してしまった彼氏と。うんうん、で、えー、この時彼は目の前の光景を見て全身が凍りついたと言うんですけども、うん、まあ彼その自分のね周りの人たちに知られるっていうだけではなく、うん、この、えー、浮気者だっていう情報がもう全て SNS とかにも出まくってもうあのー、どうしようもない状況と、うん、なかなか。 きついなど、その罰としてね、<laughs> まあね与えられるやつで言うと、これなな自分だったらもうなかなか大変なことだなって思いますよね。俺何も感じないな。住み続けられる。うん全然。横断幕の,の、うん、つけたままつけたまま俺は行 <laughs> くよ。俺は浮気者だっていうところで全然住める、うん。全然住める。<ー>しないけど。うん 何か誹謗中傷とか例えばなんかサラ金かなんかにお金借りていやいやサラ金やがこいつはもうほんま詐欺師だみたいなうん、うん、金全然返さねえっつって張り紙貼ったりするじゃん、うん、あるある普通に全然暮らせる気にしないね はい、それは何思われても何も感じないわあそれは別に全国広まってようがあんまり関係ないってことね全然関係ない <laughs> よくさ<ー>いやその見る側一回置いといて、うん、例えばですけどいじめられて下半身を写真撮られてみんなに拡散されたりとかでいじめがあるじゃんあ何も感じないわあの ほらほら目の前で出してみろみたいなやつね。うん、写真撮って、あああるある。可愛いねーっつって、うん、可愛いからみんなに見てもらうぜっ,つって SNS とかに流されても、脅しのね材料にされるやつね。そうそうあどうぞ <laughs> って感じやな。それはどういう気持ちなの？その、うんうん、えっと痛くないよってことなの。うん、その別にさらされてもさら、うん、されたいなの。 さらしたいとかさらされたいじゃなくて <laughs> どういう気持ちでそれは思ってるのかちょっと分かんないんです,晒すぞって言われても何の交換条件にもなりませんよということ、うん、これさらされたくなかったらお金持ってこいで嫌でしょいやは嫌だけれどもさらされたらしょうがないなっていうぐらい。るってことうん、うん、いやそうなんだ別になんともその小指を角でぶつけるぐらいの痛さ嫌<ー>、うん、じゃんぶつけるっそれはだから。 どれくらい広まるかとかそういう度合いで思いが変わるとかでもないって思った別に横の人も、うん、隣の国の人も変わんないね <laughs>、うん、あそうなんだ変わんない変わんない全然変わんないじゃあ別に構わないんだねそういう間接的な行為とかはその犬のやつも、まあ、すごいなと思うけど、うん、俺やられても何も感じないしむしろ面白いと思っちゃうね <laughs> いいこと考えたなっていうその横断幕のやつも俺のためによう面白いことやってくれたなって思う俺のためにようやってくれたなってまあまあまあそうねよう考えていろいろ時間使うてやってくれたなって思うこれはもう俺もいかさんだと思って僕もその写真撮ってあげますよ SNS に自分でこんなことやちゃいましたいこ面白いことテヘベロっつってそう面白いことやってくれましたよやりますね怖くないよだからもう全然じゃんいやえ いやいやは嫌でしょどっちが嫌犬のやつとこの横断幕どっちも嫌、うん、あのね犬のやつの方がまだいいかな、うん、横断幕とかは,かはあ住みづらいもんな家でなそうなんかそうそう変なことされそうじゃん石投げられたりとかまあね <laughs> あ<ー>会社になんかあのー、入ってこられて「こいつは詐欺師なんで金返されんだよ!」って言われても「うん、もうそうなんですよお金返してないんです」 って言えるね。それだよ。出るでしょ。多分何かしらのでしょうけどねそれが嫌だわ何も思わないな俺は周りは思うかもしれないだから周りは置いといてと言ったんですけどああ俺は思うなるほどねそれはちょっと違う話になってきちゃうからまあまああれなんですけどダメージ今ノーダメージですかこれはでも絶対ダメージ受けるほんとですか何だこれきついよえっとねロンドン在住の クレイグ・アーノルドっていう男性がいるんですけども彼はですね出張で、まあ、ロンドンからニューヨークに行って2週間ほどで帰国したと、うん、で、えー、午後11時頃しばらくぶりに我が家に着いてね、うん、あやっと帰ってきたとであのー、見たらですね、うん、部屋の照明が目に入るんですよ、うん、あれと思って。 あの午後11時ね11時なのに普段であれば妻のローラはすでに就寝してて寝てる時刻だとあれなんでこんなに電気ついてんだってことでちょっと不自然に思ってでドアを開けようとしたら鍵が合わないんですよんってなって訳が分かんないからとりあえずチャイムを鳴らしていると出てきたのが二十歳ぐらいの学生が出てきたとでええ え誰こいつってなるんですよ、うん、でそしてその学生にちょっと話聞いてみたら、うん、数日前に、えー、大学の学生6名でこの家を共同購入したって言ってるんですよ。えつまりその、えー、クレイグさんは自分の家の所有権を失っていたんですよ。えってくると、はい で事の発端は何かというと、うん、彼が出張に行く際に自分の iPhone を自宅に忘れてしまったんですね。うん、でローラがローラその妻,彼女妻か何気なくその、えー、iPhone あ忘れてるやんっていうことで見,、うん、見たら、えー、ニューヨークに住む女からの熱いメッセージが届いていたと。<ー>うわーこいつやっとるなってことになりましてえ クレイ出張中のわずか2週間の間に家を売却したと、うん、でその家はもともとローラの両親が、えーまあ、かなりの大部分を出して援助していて、うんえー、なんで、まあ、彼女独断で売却できたということで、うん、法,法的にも問題はなかったと、うん、ただあのー、まあ浮気相手 iPhone をわ忘れただけなのに帰ってきたら家がなくなっていたっていう、うん、これきついでしょ いや嫌でしょその浮気してる方が悪いから何されても文句言わないっていうのはまずありますし面白いじゃん帰ってきて家売られてたらどうするってならないえどういうことってならないむちゃくちゃ笑うと思う分か理解してああいつが「あれがそういうことか」ってなったら笑うんかってなるとむちゃくちゃ笑うと思う <laughs> <や>理解するのに笑うかも確かに笑っちゃうかもしれん連絡すすると思いますよ <laughs> ちょっとあの取材行って帰ってきたら「家売られてたわハはハはハハと「うんうん、ご飯ん食べ行こう」<も>って言う俺信じないもう多分その話 <laughs> 何言ってんだろうこいつってなるもん、うん、本当だとしても,もだってしかもさその奥さんのさ親とかが出してくれた 家があああっててさまま大半をねでも本しんいやわかるけどでもそういうふうにさ世話なってんのに裏切るっていうそっちに腹立っちゃってる考えられないねじゃあまあ基本ベースとしてあなたはそのやられる内容うんぬんじゃなくてもうしょうがないと全然倍返しされてほしいな受け入れろとやられることしたんだからそんぐらいの覚悟持ってやってほしいわただこれをね うん、あなたみたいにそう許容していくと、うん、世の中のさっきね相当なパーセンテージが浮気してるっていうこと言ったじゃないですかこままならなくないですか世の中いや <laughs> 浮気やめたらいい, <laughs> い,やいやそうしたらみんなあ、浮気をやめる方向走るってことねなん,なんでその浮気する方を擁護 <laughs> してるっていうことではないんだけど <laughs> 確率的にもうこれぐらいの人たちがしてるんであればもうしょうがないじゃないってことなす。うん、だといいいんだぞという浮気するときに<ー>いや確かにこの子ものすごく愛いし今晩ちょっと一緒にいたいなって思ったかもしれないけれども、うん、でも帰ったら。うん 「あの迷い犬です」って書かれてんのかなとか「家売られてんのかな」ってななくっていうのがあったとしたら知り合いでね「あちょっとじゃあ俺やめとこうかしら」ってなるかもしんないじゃないまあねだって一夜共にするだけで家なくすのよ。じゃ メリットデメリットで考えても大損害じゃないかってことね、うん、俺だけはバレないだろうっていう考えがもう浅ましいよバレるんだよそんなやつは浮気するような底辺野郎はそうですね、うん、あの僕ねこの企画今話してて、うん、そっち側でで始めてたんですよそのこれを機に浮気するとこうなりますよっていう話をしてたはずなのに。うんうん なんか、なぜか俺が用語側で、お前がそれを咎 <laughs> めるみたいに、なんか、<laughs> なんかすり替わってたわ。俺がプレゼンする側になってそうそう、おかしい。うん、あれ、なんか違うなと思って浮気ダメだからね。そう。いや、だから、許せねえよ。これぐらいのことをされるか、うん、可能性を秘めてるっていうことで、 今回紹介したつもりだったんですけどそ,うそれでいいんですよなんか気がついたらねあれなんかおかしいそうおかしいなってなっっもっと重たい罰でもいいよ <laughs> どれくらいの罰までなら許されると思う体傷つけるのはダメだと思うのよいますよでも本当い,いますよ、ね、あの正規切,切っちゃってパスタに突っ込んでやるみたいなやつとかもいたしますからそのああ、っったっけ？あったっけ <laughs> 本当あるんですよ、うん、海外の事件ででも ままあまあそれはまあし,ょうしょうがないといかないけど傷つけるのは違うと思うんですよ体を体をね身体はじゃダメ、うんうん、だけどその精神的にえぐるのは別にいいんじゃないもうボロボロボロにするような、うん、誰かを傷つけたりとかダメだと思うけど、うん、そういうのはいいと思うよしょうがないもんだってこれねでも俺,俺の考えとして一個あるのが、うん、その後も付き合う予定というかよ、うん、り戻したりとか結構するじゃない、うん、それさっきもそうだったけどうんそうですね っていうので考えたらやらない方がよくねって思っちゃうんだよね<ー>そ,の、えー、その後もその人と付き合う相手を犬みたいにしたりとかお前自身にも帰ってきてないそれってなんか思っちゃうから、うん、その犬と付き合ってんやぞって思ったりとかねそうそうというか犬と結婚してんだぞなんか矛盾しないのかなそれってちょっと思った でもそれ以上の怒りなのかなすごい好きになりますけどね抑えらんない犬って書かれて電信柱貼られたりとかしたらなんで面白いじゃんって思ってああこいつ面白いなって思って犬の方もだし横断幕もだし家勝手に売られてもだし親はちょっと分かんないけどでまあ怒り方としてはいいよねひねりがないからひねりがある怒り方されたら僕すごく好きになりますその人のこと ユーモアがあるなと <laughs> でもでも嫌われてんだよその時にはその時にはだすごい謝りますよ、うん、すごいユーモアのある人だと知らんかったと、うん、あこんなにできること思わなかっ面白いこと考えられるんだねすごい好きです <laughs> すいませんって言うと思う <laughs> 多分めっちゃ怒るねそれ言われたらさらにあまあそうかそうか気を付けようとしてゃあんこにあろうってなると、うん、すごいなあでもそういう感覚なんですねじゃああなたは、うん、そうですね僕はなんでねまあ皆さんあのー、聞いてる方ね 心当たりがある方は特に。そうですよ。あの。うん、これぐらいの覚悟を持って。やっているのかっていうところの。判断をまずしていただいて。うん、あなたも何かやった代々木の。あの制作会社に乗り込まれますよ。なんでやなんかやったら。<laughs> なんでそんなこと言うの。<笑><笑>急に <laughs>。なんかやったらの話だけど。なんかやったらほんま代々木の制作会社の周りの電信柱にぶわ貼られますよ。そうね。 私の迷い犬の岸本誠が浮気してるんですと。いやね、そうですよ。お腹を撫でたら喜びます。してるやつじゃないですか。でも、まあまあ。わかりますよ。それ、ほ本当だしな本当誰にじゃないよ。まあ、でも、そういうことなんですよ。なんで、皆さんね、あの、みんな周りがやってるからとか。やると。そう。とんでもない面に。だめだめだめ。っていうことをちゃんと。頭に入れて。許さない。 <laughs> 僕は許さないとは思わないですけども俺が許の全然他人だし別にやればいいと思うけどリスクは相当あるという話をしました。い